ここは何が特徴なんだ。レッド駅、レッド駅に到着。この間、兵法たちがキラキラ光るカードを見ました。檻を運んでいくのを見ましたよ。あ、カードを入れた檻を運んでいくのを見ましたよ。右の方へ行ったけど、あれが何だったのか確かめに行ってみようかな。多分、レアカードだ。右に行ったってことは、左に行くと何もないってことだよな。いやー！あ、再開だ。鍵は兵法の説明だと、水と氷に弱いって今言われたんだけど、なんで爆発で第1ダメージ増えんだ？どういう仕掛けだ？これ多分仲間がいるポイントじゃないかな。このステージ仲間が1人増えるはずなんだけど、まだ会ってないもんね。3。いやー、ファイヤーがいる。シンプルにダメージ痛かったんだよな。半分以上削れ、半分は削れてないか。OK。ギリギリだけどね。はい。左でいいよな。こんにちは。へっ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 へ、来たよ、来たよ。誰かが僕の住処にやってきたよ。なんだこいつ。うひひ、マリオ？うひひひひひ、マリオ。何よし。マリオは僕がやっつける。ひ、どこにも逃が、ちょっと待って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 。あぶねー、逃がさないぞ。まずいね。逃げられるかな？うん？ひひひ、ささっと君をやっつけて暗いとこに帰るんだ。明るいところは嫌いだよ。さあ、一緒に暗い暗いところへ行こうよ。病んでるね。あー、待って、これ仲間イベントか。これ倒すと仲間がもらえんのか。もらえる、仲間になってもらえるのか。物資使えない。くそ、ランタンかな。これしか多分今見えてないね。カンテラか。かっ、おー、そういうやつ。殴ると明るくなるのか。こんなに赤くなってダメだよ。ほら、暗く暗くしなくちゃ。ふっ、くれー。 OK、 この状態なら物知り聞くか。ほんとはビッグカンテラくん、かわいい名前してるね。ビッグカンテラくんだよ。周りを暗くして攻撃が当たらないようにしてるんだ。最大 HP40、 たけー。攻撃力は5、防御力は0だ。あと、フラッシュ攻撃をされると、オイラたちもダメージ受けるんだよ。フラッシュの攻撃力は2だよ。カンテラを何度も叩いて、周りを明るくしたら攻撃を当てることができるようになるからね。明るくなったら、あいつの頭を一気に攻撃するんだ。うわぁ、痛い！早速飛んできた、フラッシュ。カンテラフラッシュ。ビッグカンテラ君に連続ジャンプ。ああ、下手くそ。一度の攻撃でここまで明るくはできるんだよな。うわ、痛い。お前寝たりしない？暗っ、暗いな。あ、効かない。こいつ状態異常耐性ありか。クリオチャージかな。ちょ、もう頼るしかねえわ、クリオに。どうしよう。回復した方がいいよな。暗い。ただフラッシュが飛んでくるのが面倒か。クリオに。このターンクリオ2ターン動けないからな。その間はマリオが頑張るか。消すな、今明るくしたばっかりだろう。よし、クリオ来た。いてぇ、
まあ、思ったほどダメージじゃないんだよな。クリオチャージ。あれ、これで3回目?今何回重ね掛けしたか忘れちゃうな。あ、失敗した。ちょっと今度は FP 回復がいるな。あれ、これ4かな。てかさっきのが3かどうかも怪しいんだよな。はい、痛い。回復したいね。メープル、メープル、プールプルもあんま持ってきてないんだよな、今回。ケーキもらったから。これなんでガードできんだろう、俺。クリをいつ攻撃させようかな。クリをどこまで今攻撃力上がってんだろう。あー、ミスった。くそ。フラッシュ解けたら殴らせるかも。あ、もっと明るくなるんだこれ。なんでガードできんだろう、毎回これ。いけ、クリオ、ナイスー、大ダメージだ。やっぱ強いな、クリオ。あ、やべえ、変な残り方した。一撃で暗くなるんだもんな。あ、ちょ、失敗したー、失敗したー。あー、失敗したー。あー、フラッシュだー。あ、でももう当たるんだよな。やっと当たー。面倒な敵だったな。攻撃力はさほど高くないのが優しいポイントか。うひゃー。くらい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 。こんにちは、アカリンでちゅ。ここから出してほしいでちゅ。こんにちは、アカリーン。存在感のある方のアカリン。バブー、やっと外に出られました。嬉しいでちゅ。ありがとうでちゅ。うんうん。バブー、あなたもしかすると、マリオチンではないでちゅか。さすがでちゅ。ヒーローでちゅね。かっこいいでちゅ。ウィヒーの嫌なやつからよくぞアカリンを助けてくれました。アカリン恩返しするでちゅ。マリオちんについてくでちゅ。兵法たちが噂をしてました。大魔王クッパに捕まったピーチ姫を助けるんですよね。えらいでちゅ、さすがでちゅ。アカリン感動したでちゅ。遠慮はいらないでちゅ。アカリンのた、を頼りにしていいでちゅよ。アカリンが仲間になった。下を押すと明かりが周りを明るく照らしてくれるぞ。見えないブロックも見えるようになるぞ。バトルでは敵を電気で攻撃するビリビアタックや、敵を麻痺させて動けなくするしびれフラッシュという技を使えるぞ。暗くなってきてましたね。いい感じでちゅ。明かりに役立つところ見せたいでちゅ。早速使ってみてほしいでちゅ。明かりにフラッシュ。すごいでちゅ。明るくなりましたね。ふふふふ。マカリンのいない冒険なんて考えられなくなってきまち、なってちゃれてれい。さあ、レッチュゴーデチュー、バブー。こいつ、赤子だよな、多分。流暢に話すね。エッサホイッサ、エッサホイッサ。ん?あ、これ見えないブロックか。勇気やコンコン。一旦帰るのありっちゃありだよな。これアカリンじゃねえな。パレッティだな。
あ、強化だ。パレッティに申し訳ないけど、赤に強化しようかな。パレッティンニュース。運び出しあるけど、発電パワー、攻撃力、マリオの攻撃力アップする技。いいじゃん、じゃあ借りて。ごめんね、パレッティ。パレッティ、後回しにされまくってるからな、今。ちなみに赤に持っといた方がいいよね。ちょ、ああ、まあいいや、もう諦め。あ、でも、ああ、いや、いいのか、もう帰ってきてるから諦めよ、どうせコインだし。一旦帰ってちょっとた整えようかな。さっきのあのフラッシュ戦で、あ、うん、回復あるけど、フラッシュ戦でアイテムを消費して、あ、でもケーキあるか。ケーキあるからいっか？あ、フレッシュジュースがもうあるからいっか。うん、まあいいや。じゃあこのまま行こう。よっと。じゃあ行っちゃいましょう。おーおーおー、素早っ。えほ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 、チェンジピンキー、いけい、やれ、ナイスー。めっちゃおったな、壁の裏に。めっちゃ悲鳴あげてる。あ、こけた。あの高い位置にあるやつ、ああ、ここか。カメキングいけるか？レッツゴー。ちょっと届いてないな。レッツゴー。ちょっと届いてねえんだよな。どうしたらいいこれ。やばいやばい、ちょ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 、ん？これどうしたらいいんだろう。カメキで届く？あ、待って、アカリンか。オッケー、正解だった。え、アカリン、どうした？いけ！キラキラ落とし。敵全体に攻撃力。うわあ、 うわあ、これうわ、眠れよ、行こうよか。うわあ、悩ましい。しょうがない、これ捨てよう。うるせえな。うるさーい、こいつをくれー。何やってんだこれ。うわー、いてててててて、リンチリンチリンチ。え、1秒減ったこれ。こういうこと。なんかなった今。なんかめっちゃたかってるんだけど、何？レサレサか？なんで今解除されたんだ。あ、俺何がしたいんだ俺。
逃げろ逃げろ、見逃してー。ん、正解？近づけばよかったのか、もしかして。近づくだけでよかったっぽいな。とうとう来たねー。僕将軍兵法だよ。クッパ様のご命令で星の精を捕まえてるんだよ。ちゃんと捕まえていればあとは僕らの好きにしていいんだよ。このヨンって鳴き声兵法だな。ニャンニャンって鳴くもんな、他ゲームだと。お前僕のおもちゃ箱勝手に触る嫌なやつ。おもちゃ箱触らせないよ。だから横取りさせないよ。星の精も渡さないよ。ニャンニャン、マリオやっつけちゃうよ。やっつける、突撃。軍隊だ。みんなで同時にやるんだよ。1、2の3でマリオをやっつけろ。おお、これは何？あれは何、クリオ？軍団兵法。軍団兵法ではたくさんの人数で向かってくるんだ。最大 HP は15だ。攻撃力は1、防御力は0。あの人数で攻撃力 1?1の攻撃で人数分の攻撃、人数分の回数攻撃されるんだよ。ああ、それは厄介。兵法がたくさんいるときは攻撃力が大きいけど少なくなると減るんだよ。早く人数を減らせるようにダメージの大きい技で攻撃するようにしてようね。ん？これのためにこういうのがあるの？ああ、もうぶつけとくか。どういう仕様かわからんから。これで4ダメージだったら、あんま、あ、美味しくねえば。微妙。ちょ、やめろ、やめなさい。うわぁ、痛い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 。普通にリンチ。パワーオブピンキー。ほら、いけちょっとマリオは節約しようかな、じゃあ。オッケー、このままじゃやられちゃうのよ。ああ、逃げろ。逃げられちゃった。待て待て待て、どうして逃げてくるんだよ。マリオをやっつけなきゃダメだよ。おう、情けないやつらだよ。おもちゃ箱守るんだよ。こうなったら僕がやるよ。いて、引かれたぞ。悲しいな。発電してる。マリオ、よくも僕の大事な可愛い兵法たんちゃ、兵法たちを、いたぶってくれたんだよ。でももう、そうはいかないんだよ。今度はもっと強いのが相手なんだよ。なんすか。竹馬兵法？竹馬兵法出撃！ヘイ、ハオ。クリオ、あ、待って。ピンキー、行動できる？あ、で、いや、ピンキーの攻撃が届かないだけか。竹馬兵法。竹馬兵法だよ。つまり竹馬に乗った兵法だ。って、そのままだね。最大注意7、攻撃力4、高っ！防御力が0だ。地震で攻撃すると竹馬から落ちて普通の兵法になるんだよ。いいアイデアだね。グラララララ、会心！将軍には聞いてねえな。いてえ。ちなみに将軍に物知り判定はあるのか。ないね。さあどうしようか。一旦ピンキー召喚して、その前にマリオ回復しよっか。よし、美味しくいただいてと。ピンキー便利だな。あ、やべ、足りない、危ねえ。いって、ちょっと爪に引っかかった。爪に引っかかった、ボタンに爪が引っかかった。ムッキー、情けない。もういいよ、あれをやるしかないんだよ。ん？兵法タワー？下からもいけんのか。どっから出てきたの？
マリオ、後悔してもダメなのよ。一気にやっつけろクリオ、あれは何？ヘイクリオ、あれは何？トーテム兵法。トーテム兵法だよ。頭の上に積み重ねるなんてバランス感覚抜群だね。最大 HP は10で攻撃力が1、防御力は0だ。この攻撃力って1人分だよ。4人いたなら攻撃力は4だ。いやいや、高いな。回転ハンマーの技で1人ずつ飛ばすこともで、いやー、ちょちょちょ、人数が減れば攻撃力も減るんだよ。持ってねー、つけてねんだよ、回転ハンマー。なるほど、一気に2タワー崩せたのかな、回転ハンマーで。半分に減らすか。ドガーン。でも4ダメージくんだよね。痛え。回転ハンマーだったら減らせるって言ってたけど、どうしよう、どうしようね。あ、てかさっきと同じ流れでいけるか。マリオ回復する、ピンキー召喚してピンキーで爆発する。防御力0だったら6切ってればピンキーでワンパンいけるからな。ピンキーのワンパンライン6だから、アクション成功が必須だけど。ムキー、こうなったら僕だけでマリオやっつけちゃうんだよ。もう謝ったって許さないんだよ。とうとう戦線に出てきたね。将軍兵法、映ってないけどね。戦車に乗った将軍兵法だ。戦車、おもちゃの割に性能は良さそうだね。最大 HP は30だ。防御力2、あ、攻撃力4、防御力は2。将軍は戦車に乗って指示を出してるだけじゃないんだ。爆弾を投げたり電気でビリッとする攻撃をしてくるよ。電気の攻撃力は5だ。仲間にも2度ダメージが来るからしっかりと防御してね。戦車の電気を壊せばきっと電気の攻撃はできなくなるよ。普通に攻撃するとちょっと硬いから苦労しそうだね。じゃあ普通に攻撃しない手段があるってこと？え？ FP すっげえ枯れてるわ。ピンキー重いもんな。壊れたかな？まだか。痛い！多分アカリンがいいよね、こうなってくると。防御力無視、そっか。アカリンって特殊で防御力無視できんだ。発電パワーいいんだけどね。ちょ、マリオでまず回復しよっか。メイプル、メイプル、プールプルー。A 押し続けて光が、星が光ったら離そう。ピンキーと一緒やね。痛い。壊れねえんだけど、あれ。あ、やっと割れた。OK、電気技封じました。マリオのパワーを、あ、そういうやつか。下手くそだったな。死ぬねえ、これ。タイミングよく押せば、成功回数分攻撃力が上がるのかな？あれ？もう切れた？もしかして。少しの間だからワンターンで切れんのか？ちょっと失敗したね。痛いなあ、めっちゃ食らうんだけど。あの左上の3って関数とかか。ちょ、将軍兵法引っ込むんだけど効かないかな。連打か。
か上がらんのだが。早く連打するやつじゃないってこと。死ぬで、死ぬぞこれ。いや、死んだ方がいいのか、この場合は。ちょ、どうするどうする。マカリンで本体殴りに行くのがいいのか、防御無視で。アカリンフラッシュ無機ー。そのビリビリした攻撃って戦車の防御力が効いてないって感じ。もうそんな攻撃してくるなんて絶対許せないよ。痛い。もうマリオは死ぬ前提で行動してるので無敵です。あ、でもそれでも FP の回復がしたいな。すっきり爽快。多分マリオが一度やられると攻撃アップ、攻撃力アップって解けるよね。しばらくこれでいっか。防御無視でも1しか与えられないんだけど、これは俺がミスってるせい。話すのが遅いのか。防御2だからね。死にそう。死ぬ前提で動いてるから死にそうってのは別にいいんだけど。マリオ攻撃通んないから願うとかでいっか。よいしょっと。ラッキー。じゃあ、アカリン頑張って。あと2ターンだ、アカリン。だったら回復した方がいいか。回復すっか。あと2ターンだったら回復したアカリンで殴った方が早いわな。こっちがやられるの待つより。はい、ガード。さすがに終わりだよな。戦車から降りた将軍兵法だとかってならない？なりそうで嫌なんだけど、これ。あ、終わった。やった。あぶねーい。そして死にそうだったのでレベルアップ。バッチかな、まだ。いっぱいなんか欲しいというか、いいバッチ手に入れたもんね。なんかあんまスッキリしないバトルだったな。マリオが活躍できなかったもんな。やったでちゅう。兵王たちはつけたでちゅうよ。ガッハッハッでちゅう。人生何周目？兵王たちも全然大したことありませんでしたね。やっぱりこれも明かりのおかげでちゅうね。ね。いやまあ、本当にそうなんだけど。明かりの防御無視がなかったら、大してダメージ通んなかったもんな。クリオチャージもきつかったかもな。クリューチャージ1回で防御力分だからな。ワンターン無駄になるってことだもん。さあ、もらおいたいが他に何もないよね、これ。うん、なんもねえな。オッケーオッケー。回収。船乗りみたいなやつ。ステージクリア。兵法たちをやっつけて、マリオたちは4人目の星の星を助け出すことができました。空にも星たちの力が少しずつ戻ってきているようです。しかし星たちの本当の輝きはスターの杖を取り戻すまで見ることはできないでしょう。残る星の星はあと3人。彼らは一体どこに捕らえられているのでしょうか。